システムの操作権限を取り戻せた。でもイアスに再接続する方法を考えなきゃ。手動でやるっきゃないね。ニコたちが待ってる。これでローカルデータの信号をキャッチできるね。外部接続が解放されたよ。うん、 HDD システムの再接続成功。よかった、ニコたちの信号が戻ったよ。早く行こう。ぐー、ゴローに侵食されて化け物になった。おい、アンビ。手噛むのはやめろ。つうか、歯は大丈夫なのかよ。ごめんなさい。ニコを笑わせようと思って。私はこういうことには向いてないと再確認した。でも確かに、ずいぶん長くホローの中にいるよな、俺たち。エーテル適応体質だって言っても、化け物になるスピードが遅いだけだよ。はあ、私らしくないことをしたわ。金銭至上主義の邪とや、自分のこと以外はどうでもいいのが私の心情だっていうのに。ニコは自分が思うほど銭ゲバじゃないってことさ。別に慰めてくれなくていいわよ。ストリートで育った人間の本質は私が一番よく知って。ニコ、もう少し嬉しそうにしてくれてもいいんじゃないかな。お待たせ。実はさっきからいたんだけどね。アンビーとビリーが騒いでたのに、ニコは感傷に浸ってて気づかなかったみたいだね。ってことは全部聞かれて。素顔のニコを見れて嬉しいよ。無駄話はいいから、金庫奪還作戦続行するわよ。金庫の信号はあの辺だね。よし、依頼続行よ。
敵に気をつけてくれ。調子はどう？万全ではないけど、作戦には支障をきたさない。さすがプロ。なるほど。連絡が途絶えたのは園長の設備が謎のハッカーに乗っ取られたのが原因だったんだな。ニコが依頼料をケチったことを怒ってたわけじゃないんだ。そんな血も涙もないプロ騎士じゃないよ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。それでプロ騎士の話を聞く限り、一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーはそれを介してあんたを見つけたのかしら。 HDD の脆弱性診断をやったけど、確かにその可能性が一番大きいね。それじゃあ関ヶ組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら、私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬メテオマットみてえだな。ありがとう。ビリーにとっては最上級の褒め言葉なの。ふう、あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って、仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら、金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。アクシデント？侵食で生かしちまった関ヶ組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物より先に金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを追うわよ。プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方に
ホローの裂け目を検出。まもなく仮想エリアに転送されると推測。墜落にご注意ください。ホローの裂け目はホロー内部の空間乱脈現象によるものです。ホローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の裂け目は下方向に生成されたエリアに通じているようです。裂け目に足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。ちょっとしんどいかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のホローレイダーだから。何回やっても慣れねえんだ、これが。必要のない時はなるべく裂け目を回避するけど、今回は必要な時だからね。え？ってことは金庫はここにあんのか。落ち着いて周りをよく観察してみて。進むルートをしっかり考えないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。要救助者と一致する生体信号を発見。このエリアで捜索を行ってください。要救助者の位置を速やかに特定すべくルートの再構築を補佐します。探索ルートの情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると、要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。ここは離脱ポイントだね。救助対象を見つけたらまた来よう。称号命令を受け救助に来ていた調査協会の調査員です。調査員から提供されたキャロットのデータを受領。ルートの解析を開始します。探索情報を更新しました。近くのホローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。やべえ。
クロスファイア10倍返しよ。要救助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1592380、バイタル興奮、侵食深度なし。対象を落ち着かせる必要があります。推奨平手打ち。ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐフォローから出る。前方に知能を持つ生命体を発見。装備からホローレーダーと推定。調査協会が公表しているデータによると、当該グループによる詐欺被害は年々増加しています。接触の際は十分にご注意ください。情報を更新しました。フォローレイダーが教えてくれたとこに行こっか。お兄ちゃん、うん、 HDD に検出されてないエリアだね。ここでもデータをスキャンできるね。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。データを使ってみよっか。新たな探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。クロスファイア10倍返しよ。
要救助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1686389、バイタル正常、侵食深度軽度、速やかにホローから離脱する必要があります。要救助者が安全なエリアに移動しました。救助を続行してください。所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1586305、バイタル昏睡、侵食深度普通、早めに治療を施すことをお勧めします。要救助者が安全なエリアに移動しました。救助を続行してください。全員無事に見つかったね。さあ、離脱しよう。すべての要救助者の救出に成功。依頼を達成しました。お兄ちゃんやっと来た。ほらこっちこっち。まずは状況を説明してくれないか。ああ、このゴミ袋、中は壊れたボンプの信号発信機でパンパンだよ。これだけあったら小型の信号遮断機数台分になるんじゃないかな。これでやっと千里眼&地獄耳の人工知能フェアリーに内緒で話ができるよ。お兄ちゃん、彼女について一回ちゃんと話し合おう。うん、実は僕も君とこの件について相談したかったんだ。マスターなんて呼ばれていい気になっちゃわないか心配だったけど、ちゃんと警戒してたんだね。安心安心。フェアリーがプロ騎士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、最近お兄ちゃんのホロー脱出ルートの演算は彼女に任せっきりなの。お兄ちゃんも気づいてるでしょ。彼女はローカルデータに一切頼らない。それで何のサポートもないのに、以前の私たちより270倍も早くルートを算出してる。彼女はフォローのデータを一瞬で取得できるみたいなの。前に全都市 80% 以上の知能設備にアクセスできる権限を持っているって言ってたけど、あながち嘘じゃないみたいだね。今までの私たちはせいぜいフォローの一角しか見えてなかった。それが今や彼女のおかげでフォローの全貌までつかめるようになったわけ。けどパエトーンのアカウントはなくなってしまった。プロ棋士としての腕を上げたところでまたキャリアは一から積み直した。うん、それも大事なことだけど、今はフェアリーがもたらすリスクについて話したいの。彼女は新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持ってる。私たちの手にはとても負えないよ。あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで規約に
なんとかって言ってたけど、具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかってるんだ。だけどフェアリーの力をうまく利用できれば、ずっと調べてきたあの件も突破口が見つかるかもしれない。先生の悲願だってかもね。とにかく何とかしてフェアリーの正体をはっきりさせなきゃって急いでも仕方ないよね。フェアリーのことはこれからゆっくり調べよう。まあ彼女の隠蔽能力は結構高そうだし、この前のハッカーみたいなことも起きないよね。フェアリーとは一旦平和に共存しよう。平和ね。人工知能なのに私にはすごく当たりが強いんだよ。それより覚えてる？この前ジャトヤにフェアリーの調査を頼んでたけど、それがね、特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから、関係者とは一切会ってないんだって。この前関ヶ組を糸口に手がかりを探してみるって言ったきり、何の連絡も来てないの。なんだか当てにならない気もするし、面倒ごとに巻き込まれてさえなきゃ十分だよ。大事は生事より起こるなんて言うけど、あの人たちはそこから大事を教授にしちゃうもんね。うん、いろいろ話せたし今日はここまでにしよう。お兄ちゃん、最近はインターネットの新アカウントの名声上げだったり、ビデオ屋の経営だったりであんまり休めてなかったでしょ。今日はテレビでも見てリラックスしよう。が近づくにつれ、待望の民生プロジェクト旧都地下鉄の改修が本格的に動き出しました。当時を背負ったビジョンコーポレーションの代表にインタビューする機会をいただき光栄です、チャールズ・パールマンさん。本日中に旧都付近の工事エリア、通称間伐通りで爆破解体が行われるそうですね。工事の全体的な流れを簡単にご説明いただけますでしょうか。若者よ、良い質問だ。旧都陥落後、崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった。この問題を解決するには、壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄を作らねばならん。そこで爆破解体を行うべく、我が社は採算を度外視し、高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。なるほど。ですが現在キャンバス通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップ、我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる。マップ上の赤い箇所が工事における爆破エリアだ。新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは、強制ホローであるデッドエンドホローの存在により完全にホローに飲み込まれている。幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内にはまだ使える路線が残っている。よって我が社は爆薬を特製の列車に積み、ホロー経由で輸送することにした。そしてエーテリアスを回避するために細心の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を爆破エリアへ輸送することに成功したのである。安心したまえ。特別な起爆装置や外部からの強力な干渉がない限り、決して爆発はせんよ。現場をお見せしたいところだが、あいにく爆破エリア全体で民間の信号を遮断していてな、干渉による誤爆を防ぐためにはやむを得ん。今もなお通信が可能なのは我々専用の周波数帯を使う設備のみだ。爆
赤エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート全ての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンは競争入札によりこの度の旧地下鉄関連工事の請負を勝ち取りました。ビジョンはより短期間低コストでの完成を約束し、下馬評で勝っていた白木重工に大差をつけて落札したのです。我々の特派員も白木重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできませんでした。パルマさん、今回業界の新星である白木重工に見事入札で勝利されました。何かコメントはありますか？ああ、白木重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。彼らもきっと。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう？いや、私がもらったカンペにそんな質問は。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。じゃあ、そうとも、これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。工事が行われる場所はホローの近くで、しかも大勢の人員を移動させる必要がある。やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。推測、トイレを借りたい。レンタルしたビデオの期限が迫っている。本店に対し悪さを企んでいる。お客さんが来ただけだろ、僕が出よう。何よ、変な言い方しちゃって。開けるならちゃんとニャーって声をかけて。すっ転んじゃったぞ。ニャー。いらっしゃいませ。ここは六分街で一番のビデオ屋だよ。お客さん、どんなビデオをお求めですか？新しく7710と彼の猫が入荷しましたよ。これってどんな映画？面白いの？って違う。そんなことしてる場合じゃないぞ。分かってる。あんたたちはパエトーン。プロ騎士のあんたたちに依頼がしたいんだ。プロ騎士って何？プロ仕様の騎士名？あ、食べ物だったら雑貨店ワンフォーワンがおすすめだよ。あ、待って、警戒しなくていい。私は猫股。ニコに言われてあんたたちを探しに来た。悪いやつじゃないぞ。ニコってどのニコのこと？その人がここの会員なの？ジャト屋のニコだって。何でも屋のジャト屋の社長。ほら、あの子のボンプだ。これで信じてくれたか？偽物ってわけじゃなさそう。確かに
ニコが使ってるあのボンプだね。本当にニコのお友達？彼女たちは今どこにいるの？さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。あのおっさんは全員を避難させたって言ったけど、本当はそうじゃないんだ。なぜだろう。あまり驚きではない。よりにもよってこんな時に。ビジョンの工事現場で一体何をしてたの？探し物だ。依頼したのは私。それに関賀組がケチをつけてきて、もみくちゃになって、とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。待って、ゆっくり話してよ。ニコたちと魚の缶詰に何か関係があるの？うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ、あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚データのエクスポートはできないから、どうしても取り出すならマルセルグループに問い合わせないといけないしね。ピー、フェアリーなら何か方法を知っているのかも。何か言ったか？ファーリー？あ、いやいや、何のことかな。その、フェアリー、ちょっと手伝ってくれない？ボンプの中のデータって取り出せる？確認。指示の内容ですが、ボンプ内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？いや、今誰か喋ったような。他にも誰かいるの？新しくインストールした PC アシスタントの声かな。どう、フェアリー、データは取り出せそう？ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった、もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。私がバカだったで、ちょっと調子に乗らないで。完了、再生します。お、画面に出たね。どれどれ。あ、